今ではじゃんけんのエンディングだけど、1991年からこうなったわけで、はいはい、じゃあそれ以前一体どういうエンディングだったのか。確かにそことそこつながりあったみたいな都市伝説が一個あります。超有名アニメと深い関わりがあったんですよ。この2つが関係している都市伝説、題して嘘か本当かわからない、この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。アニメアザエさんの都市伝説、こちらですよね。まあ、いや絶対これ気持ち悪い、はい、誰ですか。フュージョンしてる、いろんなやつフュージョンしてるな、いろんなやつ。ワカメとナギヘイがフュージョンしてる。一枚でサザエさんでわかるサザエさんってエンディングでさ、じゃんけんするやん。ああ、まあするね。このじゃんけんの都市伝説をメインでやっていく。え、そんなんそんなんじゃんけんの。そう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 。まずさ、このじゃんけんでどんなシーンか覚えてる、ちなみに。強じゃのじゃんけんぽい。これって1991年から始まったの。え、最近じゃん。あ、そうなの。そう、割と最近なの。俺らはちょっと生まれる前ぐらい、うん、そう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 。じゃあまずこのじゃんけんのまあ都市伝説として、まあ、うん、まずジャブですよ。サザエさん症候群っていうね。サザエさん症候群とは、日曜日の夕方に放映しているサザエさんを見て、翌日からまた通学や仕事をしなければならないという現実に直面して憂鬱になり、体調不良や倦怠感を訴える症状である。特にひどい場合にはサザエさんを見て精神異常を起こし自殺してしまう事例もあった。まあでも言うてもさ、日曜の夕方にまあ鬱になっちゃうみたいな傾向あるけどさ、はい、別にさ、サザエさんじゃなくてもよくねって思いもするな。まあまあマルコちゃんとかもね、それこそマルコちゃん、それこそマルコちゃん、まあ、ワンピースとかもそうですね。そう、それもやっぱちゃんとした理由がある。おーおなんだ。サザエさんでさ、まあさっきもちょろっと言ったけど50周年なわけよね。はいはいはい、はい、そう、50周年もやってるからやっぱりね、もう年齢問わずもういろんな人が知ってるわけじゃん。だからもう子供はその学校に行くのやだ、社会人は仕事行くのやだみたいな、もういろいろな人が知ってるから、まあそうなりやすいと。で、さらにサザエさんって商店とかそういうのと比べるとホームビデオ寄りで、主人公がさ毎回変わるじゃん。マスオさんとかナミヘが主人公だったら仕事場のエピソードだったりとか、カツオ…え、カツオ、カツオじゃねえ。誰がわかんない、 STBC のカツオ見てる。誰知ってる。カツオこっから、ね、似てるんだよ。似てるんすよ、こういうちょっと短いやつ。似てるんすよ、マジで、うん、似てる。そんなもうカツオに寄せて聞くの。寄せてねえよお前。まあそのカツオくんとか、そのワカメちゃんが主人公となる題材はやっぱりその学校が題材となったりするわけ。まあまあまあそうね、やっぱりどうしても俺らの世界にさ、リンクする部分がやっぱ多いわけ。まあそうね、そうだね、はいはいはい、そうだからよりリアリティ感じて、うわ学校だってより現実感じちゃう。あー、なるほどね。こっからね、うん、全然知らねえんじゃねえかなっていう都市伝説持ってきたんで。サザエさんなんかさ、そうそうそう、みんな知ってんだから知ってるよ。そう、まあね、100番線での都市伝説結構多いじゃん。なつた、なつた100番線です。100番線、あー2番線で飛び越えて100番線で、もう味ないですよ、これ確かに。こっからはもうめちゃめちゃ味濃い。お茶ちょっとおーい大好き、味濃い。さすが。今ではじゃんけんのエンディングだけど、1991年からこうなったわけで、はいはい、じゃあそれ以前一体どういうエンディング。確かにあんま知らんの。知らん、知らない。これがなんで知られてないかって言ったら、不気味な感じだからあんまり知れ渡らないわけなんですよ。怖いんだ、それも。ね、結構気持ち悪いの。サザエさんが豆をね、上に投げて口でキャッチして、あ、うん、食べてテレビの向こうにハッて気づかれたみたいな感じで慌てるわけよ。あー見つかっちゃったみたいな、 あ見つかっちゃったみたいな感じで慌てて、その慌てた節に豆を喉に詰まらせてうめき声を上げるっていう。気持ち悪。東北大学医学部、ここの発表によると、サザエさんの豆を投げて食うっていうシーンを子供がめちゃめちゃ真似しちゃって、喉に詰まらせて窒息死させてしまうっていう事例が大量に発生したっていう事件が起きたんです。だからその影響で苦情が殺到して今のエンディングだったんじゃないかっていう。今もこれやってたら多分大輝ちっちゃい頃死んでるかもしれん。多分ずっとやってるでしょお前。そんな顔で見るな。もう一つね、このサザエさんエンディングにはそことそこつながりあったみたいな都市伝説が一個ありまして、超有名アニメと深い関わりがあったんですよ。おー、
キュア。え、このプリキュアとサザエさんが関係してる。世界観全然違うじゃん。だってもたえぶらせたことを言わせてください。はい、いいですよ、どうぞ。この2つが関係している年です。題して日曜じゃんけん戦争。何それでございます。日曜じゃんけん戦争、コーナーが始まっています。まあ、やっぱサザエさんはじゃんけんしますよね。はい、まあまあまあ、これに対抗してプリキュアをじゃんけんサザエさんに挑んでる説っていう。どういうこと、何それというのもプリキュアシリーズいっぱいあるんですけど、その中でもスマイルプリキュア、こいつが変身するシーンで右手がじゃんけんの所作を取っているんですよ。このじゃんけんがサザエさんのじゃんけんに挑んでるっていうのがこのファンの上がりの戦いから。どういうことだ。ここの手は違うの、結構毎回違うの。ここの手は違うの。ここの手はそう、毎回変わってるんです。あ、変わってんの。ほんと、何勝何敗なんか気になる。確かに確かに、めっちゃ気になる。めっちゃ気になる。めっちゃ気になる。気になるでしょ。あの、結果取れてます。マジか。合計が取れてます。でも結果だけで言うとプリキュアがほぼほぼ負けてんすよ。あれ、そう、9割負けてるんです。9割、9割も、9割負けてるらしいの。普通に考えてプリキュア午前に放映されるんで、サザエさん夕方に放映されるんで、サザエさんの方が後出しできる。プリキュアも頑張って挑んでんだけど、サザエさんの方が後出しだから、もう9割方負けてるっていう。だから編集部の人が余裕ある時はちゃんと書いてるんですね。プリキュア、プリキュアでやっぱりよ、もう悪を大事すんだろ、お前。悪じゃねえよ、サザエさん。まあ、とはいえサザエさんも、まあ、50周年で結構歴史あるアニメじゃないですか。そうね、実際にそのサザエさん症候群でうつ病っていう悪影響も与えてるっていうのも事実だから、さら、はいはい、にその昔のエンディングではこう、うわーっていう、もう絶対必要ないじゃん。必要ないけど、そういったうめき声を使っているという点も考えると、はい、サザエさんは何かしら裏があるアニメなのかもしれません。おー、はい、奥が深い。信じるか信じないかは言わせろー。奥が深いだね。信じるか信じないかはあなた次第で。おー、じゃあ最後はみんなじゃんけんでしましょう。あ、そうだそうだ、それだ、いいそれだけでした。全員一緒の方がやる。次の動画も見てね。せーの、じゃんけんぽん。